こういう感じで、いろんな食材を巾着の中に入れるんですけども、中にはちょっとこうクッとくる味のものがあると混ざり合って美味しくなるんですよ。すごいですよ。すごい、ね、初めてですわそれ。うまいぜ、うん、あ、綺麗わ断面、はい、またか断面やる。断面のために生まれたんですよ。今日はこの豚の角煮と合わせた野菜としましては、こちらの方なんですけども、なくてはならない餅。これお餅か。はい、お餅入る。はい、うん、そしてゆりね、車エビですね、うん、はい、おー、いいね。これをかんぴょうで巻く。はい、おでんの方はやっぱできる限りこう仕事をしながら、そういうことだよね、美味しいものを作っていきたいと、うん、入れさせていただきます。お、3番目の部屋に豆腐の方、はい、豆腐と巾着がアイデアと、はい、中の断面はね、はい、いろいろ後でお見せしますね、お楽しみに。さあ、焼き鳥の方ですけども、また大事なものを紹介しなきゃいけない。あ、やっぱり先ほど美味しい塩の紹介しましたんで、はい、今度はタレですよね、これね。すごいな。これはですね、もう継ぎ足し継ぎ足しでずっと使い込んでるものなんですよ。年季の入ったね。ちょっとさっぱり系と言いますか。言うことも、もういくらでも食べれるぐらいのタレの味にしてます。うん、なるほど、はい。そういうタレにしてやると。さあ、いよいよ鶏が何なのかと。そうなんだよ。はい、多分皆さんに満足していただけますよね。夢を実現させる焼き鳥を今日焼きます。ああ、そうなんです。本日の特選。今夜の焼き鳥、もちろん鶏肉で勝負したい。そこで情報収集に向かったのは、新橋で127年の歴史を持ち、全国の鶏肉を揃える専門店。負けない鳥、教えていただきたいんですけども、勝てる鳥。そうですね、鳥って言ったら、はい、やっぱり三大地鶏になると思うんですよね。三大地鶏？脂の最高に美味しい比内地鶏、はい、香り高い名古屋コーチン、食感抜群のですね、薩摩地鶏。脂がうまい比内地鶏、香り高い名古屋コーチン、食感抜群の薩摩地鶏、どれも甲乙つけがたい。となると、もう一人全部やっちゃったらどうですか。3つ3ついきましょうか。というわけで、今夜の焼き鳥三大地鶏のオールスターが揃い踏み。まず向かうのは比内地鶏のふるさと、秋田県比内町。行き着く間もなく羽田空港へ到着。比内町までは青森空港から車移動がこの時間では最短ルート。希望を胸に飛行機に乗り込みます。1時間10分後青森空港に到着。一行はすぐさま車に乗って一路秋田県比内町へ。走ること2時間半、ようやく比内町へ到着。秋田県は比内町へとやってきました。ここ比内は大山系に囲まれ、豊かな自然に恵まれた農業の盛んな町なんです。あ、OK です。行こう、行こう、時間ないんです。今回の指令には一刻の猶予もありません。午後5時、仕事人の松傾斜に到着。よし、よろしくお願いします。もう真っ暗ですね。そうですね。比内地鶏生産部会長、阿部幸義さん。勝てる鳥ということで、うん、今回比内地鶏来たんですけども、いやもう絶品、最高ですよ。こんな鳥ないですよ。広大な敷地で180日間放し飼いにされる比内地鶏。仕事人は豪雨山系から流れるミネラル分豊富な水を毎日汲みに行き、鳥たちに与えています。食べてみないとわからないってやつ。油が特に美味しい比内地鶏は、焼けば良質の油が溢れ出し、口の中で甘みの効いたジューシーさが広がります。もう絶対勝ちます。本当に勝利間違いなしで、ありがとうございました。三大地鶏、まずは油がうまい比内地鶏をゲット。続いて向かったのは屋上の名古屋コーチンを求めて愛知県。おお、名古屋城。豊橋市で待つ仕事人のもとへ向かいます。すいません、こんにちは。ご苦労様。いやいや、本当にございます。よろしくお願いいたします。名古屋コーチンを扱って30年、木所和夫さん。名古屋コーチンってやっぱうまいです。美味しいですか。美味しいですね。噛めば噛むほど口の中へね、はい、香りが広がるぐらい美味しいです、ね、名古屋コーチン、これが純系名古屋コーチンです。綺麗な鳥ですね。ね、綺麗ですね。光の強さをね、加減して薄暗くしてカットるんです。名古屋コーチンは非常にデリケート。傾斜の日光を遮断し、最良の環境を作っているのです。最高の味です。身に充実感のある名古屋コーチンは、焼けば地鶏ならではの香ばしい香りが広がり、旨味は感動をもたらします。
絶対に勝ってもらいたい。はい、お願いします。わかりました、ありがとうございます。2つ目、香りの名古屋コーチンいただきました。さらに清水アナ、さつまり鳥を求めて鹿児島に到着。皆さん、桜島ですよ。鹿児島だ。日本三大地鶏、残すはあと一つ。薩摩地鶏を求めて鹿児島県は川辺町へとやってきました。これが本当にラストです。ああ、秀君待ってましたよ。清水さん、よろしくお願いします。どうも、遠いところから。いやいや、よろしくお願いします。川辺地鶏生産組合長、小山田勤さん、やっぱりうまいですか？うまいですよ。食感がいいですから、もうコリコリして非常に美味しいです。はい、失礼します。おー、取れましたね。薩摩シャモの流れを汲む薩摩地鶏、足ががっしりとして筋肉質です。薩摩地鶏を育てる上でですね、はい、こだわっているものがあるんですよ。山の腐葉土と米ぬかなどを混ぜた粉末を鶏舎に撒くことで、その土をついた鶏は内臓がきれいになり健康に育つといいます。もう日本一だと思いますよ。焼けば引き締まる肉質は旨味を凝縮し、最高の食感を演出。自慢の内臓もコクがあり、旨味を称えています。絶対買ってください。はい、ありがとうございます。これで日本三大地鶏制覇です。食感抜群のさつま地鶏で三大地鶏制覇。北から南へと巡った三大地鶏入手の旅も終了。本当に負けられないですよ、これ。と思いきや、出たんすか？出たんすか？わかりました。わかりました、すぐ行きます。出ました。何が？白レバー。嘘？マジでマジで奇跡です、これ。今夜の焼き鳥はサプライズ、超レア白レバーをゲット。東京でのトマサルが1軒あるんですよ。半年待ちだよ。今夜の焼き鳥は三大地鶏、さらに最大の切り札白レバーを各地でお願いしたところ、ついに出た。とりあえず行きましょう。ひないひないです。ひない、ありがとうございました。幻の素材が出たという連絡を受け、急遽ひない町へ直行。バタバタってもんじゃないですよ、このロケ。本当もう塩戸人の元に着いたのは夜の11時。おいおい、待って待って、すいません。うわ、出たんだよ、これがまた。うすげえ。これが幻といわれる比内地鶏の白レバー、100羽に1羽しか出ないプレミアものです。貴重なやつだ。宮崎さん、マジでこれは本当にすごいです。白レバーはレバー特有の臭みが全くなく、脂の乗りが抜群。普通のレバーとの違いは歴然です。焼けば脂があふれ出し、まるでフォアグラのような食感。口にできれば奇跡の幸運です。日本三大地鶏の夢の共演、超豪華クリーンナップの出揃った今夜の焼き鳥、向かうところまさに敵なしです。阿部さん、木所さん、小山田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。拝見させていただきます。こちらがですね、秋田の比内地鶏で、次にこちらが名古屋の、名古屋コーチですね。はい、でこちら、鹿児島の薩摩地鶏。薩摩地鶏と日本三大地鶏だけでもすごいと思うんですけど、全部揃えたのは白レバー。はい、おお、すごい。これは本当美味しいよ。本当幻ですよね。東京でも田村さんが一軒あるんですよ。半年待ちだよ。あ、そうですか。白レバーの塩焼きがね、ちょっとこれだけでも貴重ですよ。これはちょっと食べたいですね。どう？うまいだろ。うまいよ、絶対うまいよ。うまい。いいでしょ。いいじゃん。これいきますよ、これ。もう出したの？レジャーカード。おお、ちいさんにちょっと食べてもらっていいですか？いやー、嬉しいです。一緒だよ。一つしか付けないの？一つよく味わってくれよ。あ、美味しそう。いいよ。匂いが。ダメだ、お前。いいですね。お前、キスしてたよ。食べろよ。なあ、わかるかな？何これ。今まで食べたことないよ。あ、そうだ。ですよね。あのレバーのちょっとトロトロっとしたのはありますけども、チョコレートみたい。まるでね、しょっぱいチョコレートみたいな。しょっぱちゃんと食感もあって、トロトロすぎなくて臭みがないし、塩の加減がまたいいんです。塩の加減、あの塩がいいんです。塩まろやかで、ものすごいめちゃくちゃ美味しいっていうことは分かっていただいたと思います。さあ、それじゃ